DF-1 は中華人民共和国の初期の短距離弾道ミサイル。ソビエト連邦がドイツの部位にロケットを改良した R-2 ミサイルのライセンス生産品。1956年5月26日、中央軍事委員会は国防部に第5研究員を創設し弾道ミサイルの開発を命じた。当時、中国は弾道ミサイルの技術的知見をほとんど 持っていなかったので、ソビエト連邦に支援を求めた。1957年10月15日中蘇新防衛技術協定が結ばれる。1957年11月9日及び16日に、第5研究院のもとに第1分院及び第2分院が設置される。1957年12月24日、教育訓練のため、ソビエト連邦地上軍の1個、ミサイル大隊、 二発の R-2 ミサイル及び発射のための装備が中国に到着した。これらに並行して、1957年12月9日、中央軍事委員会は将来弾道ミサイル部隊を率いる指揮官と装備技術者の教育訓練を目的として、陸軍砲兵地帯地ミサイル大隊を北京に創設し、その要請を1958年1月11日から開始した。 その後中祖関係が悪化のため、1958年4月にはソ連人部隊は全員帰国する。到着した R-2 ミサイルのことを第5研究員はコードネーム1059と命名することにした。1958年の後半には R-2 に関する設計図及び製造、試験、発射に関する約1万ページ強に及ぶ技術書類が 人民解放軍の手に渡った。ソ連のミサイル技術者もこの頃北京に到着し、第5研究員は追加で、R-2 ミサイル12発を購入した。中国政府は1059の発射試験を1959年10月1日の建国10周年までに実施されることを望んだが、任務が膨大であったため遅延し、ソ連製 r にミサイルの発射試験は九百六十年九月に、 成功し、中国で生産された R-2 である1 0十九ミサイルの発射試験は、同年十一月五日に成功した。一年後に何発かの1 0十九ミサイルの配備が開始される。1 0十九ミサイルの製造は九百六十四年二月まで続けられる。同年、1 0十九型は DF-1 と名称が変更された。ライセンス生産品のため、 オリジナルの R-2 ミサイルと外見の形状寸法は同じである。単弾ミサイルで推進剤は燃料にエタノール溶液、酸化剤に液体酸素を用いている。モデルの R-2 ミサイルは推進用エンジンとして RD-100 の改良型 RD-101 を搭載している。推進剤の供給はターボポンプによって行われる。ターボポンプは V2 ミサイルと同じ加酸化水素溶液の分解ガスをタービン駆動に用いるバルター機関であるが、触媒は液体のカマンガン酸、ナトリウム溶液から固体の銀もしくはニッケル元の合金に変更されている。弾頭は分離式の通常弾頭である。エンジン燃焼が終了しゼロ加速となり弾道飛行に移った段階で、先端の弾頭は本体から分離される。 V にミサイルのような一体式は弾道軌道に入り姿勢が大きく崩れてしまった場合大気による抵抗により軌道が乱れ命中精度に影響を与える弾頭分離式は大気による影響は小さな弾頭部だけであり命中精度に与える影響は大幅に減少する V にミサイルのように推進材タンクのさらに外側のセミモノコック構造の外角で外力に耐えるのではなく 水深材タンク自身が、セミモノコックの構造体となり、上部燃料タンクと下部酸化材タンクの間は、セミモノコックのシュラウドを設けタンクを接続する形を取った。これによりミサイルの空気重量はさらに、軽量化されている。命中精度の鍵は、初限計算で求められた飛翔コース通りに、ブースト中のミサイルを飛翔させることである。このため、部位にミサイルと同じく、 姿勢センサーは、ストラップダウン方式に軸フリージャイロを使用し、ミサイルの姿勢を把握する。飛翔コースの制御にあたってはレーダーによる追跡と電波誘導により行う。姿勢制御は燃焼ノズルの直後に配置されたグラファイト製ベーンを動かし燃焼ガスの向きを変えるジェットベーン制御と、尾翼のカジメを動かして行うカジメ制御のハイブリッド方式により行われた。 姿勢センサー、アナログ計算機等の制御装置は、エンジンと下部酸化剤タンクの間に設置され、アクセス性が向上し、整備が行いやすくなっている。ライセンス生産品であるため外見上の形状、寸法は、オリジナルの R-2 ミサイルと同様である。ただし、材料の品質、加工技術の程度が基準に達していたかは不明であり。 オリジナルの R-2 ミサイルの性能に達していったのかは過去の発射実験の結果の詳細を中国側が公開していないので不明である。少なくとも当時のソビエト連邦の工業技術には達していなかったと考えられる。資料では R-2 と DF-1 は同じ性能としており射程距離は5 9 0トル資料では R-2 が 600km とされている。また、命中精度に関しても、ジャイロセンサーの精密機械加工技術の程度が基準に達していたのかは不明であるため、R-2 ミサイルの命中精度と同等か、それよりも低いと考えられる。資料では、R-2 の命中精度はセップが約 1250m と推定されている。ライセンス生産品である、 DF-1 のセップは、これと同等か、幾分悪化しているものと考えられる。ペイロードに関しては、資料では、R、R-2 と DF-1 は同一の 950kg とされている。DF-1 ミサイルは、1961年に配備が開始され、最初の独自開発ミサイル DF-2 の打ち上げ、実験成功の1964年6月と同じ。 年に製造終了したとされる。後継機 DF-2 型の配備が始まった1966年9月15日から、間もなくして DF-1 ミサイルは退役したとされる。中国が原子爆弾の爆発実験に成功したのが1964年の10月16日である。この年に総兵力4個大隊の弾道ミサイル部隊が4個連隊に拡大されたのが、 確認されている。当時、この新種の弾道ミサイル部隊の編成システムは、ソビエト連邦の影響を色濃く受けていたものと考えられる。ソビエト軍では、弾道ミサイル砲兵は、ミサイル中隊を最小単位として、ミサイル発射台1機を運用した。中国も、ソ連と同様に、ミサイル中隊を最小単位として三単位制を、取っていたものと考えられる。 1964年時点で中国の弾道ミサイル部隊は4個連隊となったと記録されているので3個中隊3個大体4個連隊イコール36個中隊に1機ずつの計3 6機が R-2 ミサイルも含めた DF-1 ミサイルの発射台機数の最小値と見積もられるこの数には予備ミサイルの数は考慮されておらず あくまでも、推定の範囲内である。df-1.globalsecurity.orgr-2s-2s i b n g g l o b a l s e c u r i t y o r g h a t h t t p w w w r a k e t e n s p e z i l i s t e n d e b p d f j b i s d r u c k v o r l a g e. p d f t h e g e r m n s a n d the developmental ペットエンジンズインザ、USSR ハット ABCHTTP コロンスラッシュスラッシュ CI。ありがとうございます。